こんにちは、ゴルスインコンサルタントの吉田博一郎です。今回はボールを投げるドリルをご紹介したいと思います。今回はこのボールを投げるドリルをご紹介したいと思います。単純に今回ボールを投げるだけなんですけれども、運動連鎖、体を動かす順番を身につけるには非常に優れた練習なんです。皆さん野球をやったり、いろいろボールを投げる機会今まであったと思うんですね。その時は自然と足から動いて、そして胴体、そして最後に腕を振るということができていたと思います。ただこれがゴルフになってくるとどうでしょう。クラブを持つと足から動く動きができなくて、上半身から先行してしまう、手で何かしてしまうということが多いと思います。そのような上半身先行のスイング、これをボールを投げる動きで再現してみるとこんな感じになります。バックスイングして、で上半身が動き始めて、そしてボンと下に叩きつけるような感じになりますね。ボールは左足の下あたりに叩きつけるような形になる。これはカットスライサーの典型的な動きです。それに対して適切なボールを投げるとき、左足を踏み込んで、そして体の回転、そして最後に腕がリリースされるという動きになります。ですから皆さんボールを投げるときは適切な順番で体を動かすことができるんですけれども、クラブを持つとこのように上半身が先行してしまう方多いわけなんです。ですからボールを投げる動きを行っていただいて、もう一回運動連鎖、体を動かす順番を思い起こしていただきたいなと思うわけなんです。投げ方は少しサイドスローか、アンダースローでもいいと思います。そのような腕の軌道で、そして下半身から先行する。そしてここからは一緒ですね。左足を踏み込んだら抜重する、そして体を回転させながらリリースをしていくということです。でリリースするポイントも、インパクトまでグッと力を入れていたらリリースできません。左にボールが飛んでしまいますので、だいたい右腰ぐらいですね、ここら辺ぐらいからリリースしようということを意識し始めて、リリースポイントでボールを離してあげるということです。この動きはボールを投げる時の動きだけではなくて、実際のゴルフスイングでも同じです。そのようなイメージを持ってボールを投げていく。そしてボールを投げる方向はもちろんまっすぐですね。目標方向にまっすぐ投げていくということが大事です。リリースが遅れると左に行ってしまう、早すぎると右に行ってしまうんですけど、早すぎるという方はまずあまりいないので、どちらかというと遅い、もしくは下に叩きつけてしまう、そのような方が多いので、この点だけ気をつけていただきたいと思います。この右手で投げるということは皆さんもよく行っていたと思うんですけれども、今度は左でも行ってみましょう。左手でもこのようにボールを持っていただく、親指と人差し指でこのように掴んでいただいて、ボールをスッと投げる動きを行ってください。これは左足を踏み込む動き一緒です。そしてその後上半身が回転していく、そしてリリースポイントも大体一緒ですね。ただこのようにボール持ち方が少し違いますので、離すタイミングであったりだとか投げ方のイメージ、これは少し変わってきます。ですからボールを投げるというよりはフリスビーをスッと目標方向に投げてあげる、そんなイメージでもいいと思うんですね。実際ボールじゃなくてもフリスビーがあればそれが一番いいと思うんですけれども、フリスビーを親指と人差し指で掴んでスッと投げてあげる、そういうイメージを持っていただくことで体の動き、運動連鎖がしっかりとイメージできるということになります。このようにゴルフスイングを習得する上で他の動きですね、他のスポーツの動きを取り入れるということはかなりいいと思うんですね。
特に体を動かす順番、運動連鎖はどのスポーツにおいても共通しています。下半身から動き出すということ、この点を忘れないようにしてください。ついクラブを持っているとクラブを振ろう、クラブでボールを打とうと思ってしまいます。それだとなかなか効率のいいスイングができないので、ぜひですね、体の動かす順番、運動連鎖を適切にして効率のいいスイングを身につけていただきたいと思います。